受け皿がないという話の中で、こっちが受け皿になろうとしてるんでしょうが、さあどうでしょう。はい、昨日の朝日新聞総合面からです。民進党代表選、枝野氏立候補の意向。民進党の枝野幸男元官房長官は29日さいたま市内で講演し、蓮舫氏の後任を選ぶ代表選に立候補する意向を明らかにしました。やりたいことを実現するためにはリーダーとしてやるのが適切だと判断したと述べた枝野氏は、近く記者会見を行い正式に表明する模様です。代表選には前原誠司元外務大臣も立候補する意向を固めており、両氏による一騎打ちの構図となりそうです。まあ、この民進党の代表選挙について、民進党はですね、来月8月21日に告示して、はい、9月1日に投開票で日程を調整していると。まあ、あさっての2日の両院議員総会で決定で、これサポーターたちもどんどん入れて、なんとかしようじゃないかということなんですが、先週も申し上げました通り、なんか昔の名前っていう、わあ、新鮮さないなって感じはするんです。まあ、おそらく枝野さんと前原さんの一騎打ちっていうことなんでしょうか。そうですね。なんで相手のチームがガタガタになってる時に、こっちのあのピッチャーがですね、降りる必要があったのかと。この交代はないでしょうという気がするんですけどね。まあ、足の引っ張り屋で、あの、蓮舫さんが、まあ、野田佳彦幹事長が、まあ、要するに責任を取って都議選敗北の、やめますからって言ったときに、はい、じゃあ誰が代わり幹事長、あなたどうですか、あなたどうですかってやったの全部、いやいや、おそらく一晩ですね。あ、これはもう、あの、私は投げるつもりだけど、キャッチャーがいないよと。いう状況が出てきたんじゃないかと思うんですね。で、おとついでしたっけ、あの、中日新聞がですね、次の民進党代表は誰がいいかって、もうパロディでもいいから、だから、あの、指揮者の中には、あの、前川さん持ってこいって言った人が前原じゃなくて、無茶言うなって。前川、全部文部科学事務次官で、いくらパロディでもそれはないだろうって話をしててですね、どっちみち前原さんと枝野さんの対決になると。面白くもおかしくもない、またか、やっぱりと、だったら私は太田さんどうしますかって言うから、だったら一番面白くない人持ってこようよ、誰ですかと、岡田さんに決まってるじゃないですかと、岡田克也さん、はい、前の方が、今度お辞めになった方があれだけ面白くない男と言ったんだから、この方持ってきたらどうですか、半分冗談だったんですけど、前原さんと枝野さんとなれば、間違いなくあの路線の対決になると思うんですね、で、場合によったら、もし前原さんが負ければですよ、出ていくかもしれない。あ、行くところあるはずなんですね。なんとかファーストを含めてですね。で、枝野さんが負けたとすると、これはやっぱり自民党を含めてですね、改憲路線に大きく民進党も流れていくと思うんですね。そうなった時に、旧社会党系を含めて、野党連合を考えている方たちというのは、とてもじゃないけど、私が改憲に賛成するわけにはいかないということになってくると思うんですね。どっちにしてもこのまま対決していけば分裂の危機をはらんでくると思うんですね。で、その時に昔の名前で出てますって本当にいいと思うんですよ。岡田さんがもう両方中にいなさいと、だけど受け皿として愚直に地道にやっていこうよと。もともと自民党の中だっていろんな論議があるし、路線の違いがある、民進党の中だってあったっていいじゃないかと。なんでそれをですね、先鋭化させる必要があるんだということで、で、岡田さんであればですね、きちんと安倍政権と対峙していける、それだけの姿勢を持ってると思うんですね。で、この際、ぶつけ合うんじゃなくて、なんとかまとまる方向でもう一回、地道にやっていくっていう路線を取らない限り、民進党ってのは常にこういう状況が出てるんじゃないかという感じがするんですよね。ですから、さっきの話で、あの、まあ、蓮舫代表がね、まあ、野田さんがキャッチャーがこう去っていく、じゃあ代わりのキャッチャーって誰もボールの受け手がいないっていう、民進党って、いつの間にかそういう政党に今なっちゃってますよね、足の引っ張り合い。そうですね。ね、これはやってたらもうどんどん国民からは見放されていくのを分かっていながら、前に進めないんだな、なんなんでしょうね。あの、今回の蓮舫さんの件でですね、直接関わったかどうか分かりませんけども、その党内からね、
二重国籍の問題が出てきた、で、あの戸籍までですね、明らかにしろという方がいたと。これはですね、人権を標榜する政党が絶対やってはならないことだったと思うんですね。じゃあこれから世の中であんたちょっと戸籍持ってきなさいよというようなことがまかり通ったらどうなるんだという話からするとですね、本当におかしなことを考え出す人たちが出てきてしまった政党だと思うんですね。だとすればですね、ここは一回元に戻そうと、でなんとかこの体制でいいから少し体力つけようというふうに持ってってですね、でまあそのインタビューしてきたのが人新聞でしたんで、あなたの地元にいるじゃないですかと、山尾さんという次の一手があるはずだと、はい、山尾しおりさんね、そうです、はい、岡田さんで安定させて、その後例えば山尾さんがこの間共謀罪なんかでやっぱり民進党の中でエースだったと、からやっぱりあの保育園日本死ねで相当あのお母さんたちのお支持も得られていると、そういう中で民進党らしい路線を模索していくという方がいいんじゃないですかって話をしたんですけどね。まあこの後こう、まあ、エースになれるかどうか別にしても、はい、候補はいっぱいいるとは思うんですよ。自民党のすごいところってのは足の引っ張り合いはすごくしますけども、ここぞという時には次のその、まあ、エースを育てていこうじゃないかという、まあこれは大人の計算をしながらやっていく、そういう土壌があると思うんですけど、今の民進党、旧民主党ってのはそういうことに関しては下手っぴだなぁと思うし、私すごく思い出があるんですよ。旧民主党が発足した時に、大所帯になった時に、誰がどこに座るんだという議員総会をやる時に、でそれが嫌だよ嫌だよ、あんなことしてたら困っちゃうんだよねと言って、一番最初にその両院議員総会から抜け出したのが、元代表の海江田真理さんだったんですね。で、国丸さん一緒にご飯食べ行こうって言ったことを思い出したんですよ。その頃から体質ってのはあんだなと思って、寄り合い所帯ですからね。そうなんですね。だから、そういう意味ではですね、おっしゃる通り、自民党ってのはすごいと思うんですね。もう憲法改正含めてですね、から一連の加計森友問題含めてですね、この安倍政権にそう長く日本のですね将来ってのは任せられないなっていう感じは国民が多くが抱いている状況だと思うんですね。ところが次の組閣でですね、名前が上がってる人たちを見ていくとですね、次に取って代われる人たちがすでに取り込まれる危険性があるんですよね。だから個人的にその方たちに内々でね行くなよと今支えてどうすんだという思いがあってね、それを伝えてるんですけど、やっぱりそこはね、おっしゃる通りですごい政党だと思いますよ。そこを次を読んで、でいや次の勢力になりそうなら今取り込んじゃうという形でですね、そのしたたかさだと思うんですね。ですね。民進とは違いがあれば、そこをですね言い立てて騒ぎ立ててですね、で先鋭化していくと、もちろん路線の対立ってあると思うんですね。ただ自民党はそれがあったらですね、なおさら近づいていくという感じがするんですね。したたかってしたたかですね。今日もうちょっと時間があればお話しようと思った、沖縄県の、はい、元知事ですね、はい、で昨日回顧録を読んでたらちょっとした言葉が出てきて、塀の向こう側に友達を作りなさいと、いうのが太田さんのこういつもおっしゃってた言葉らしいですね。やっぱり自民党ってのはそういうところがすごくあると思うんですよ。ですよね。まあ石破茂さんがですね、会見講演からやっぱり受け皿が今都民ファーストの会になった通り、国民ファーストの会になったら必ずやられちゃうぞと、自民党今のうちから気をつけた方がいいよって言ってるんだけど、もし国民ファーストの会が例えば小池さんは一応党首にはなってませんか、そこでもし石破さんとか前原さんとか、一緒にやろうってなった場合、石破さんは飛び出ないとは思うけども、可能性は絶対ないわけではないですよね。いや今おっしゃってたですね、都民ファーストが国民ファーストになるということはですね、非常にこれから先のですね目玉になってくるんですね。小池さんはですね、その国政政党っていうとですね、キッとなってですね、
今そんな場合じゃないと。これは知事である以上は当然だと思うんですね。それとやっぱり橋下さんの失敗を見てるわけです、はい、あれをやったら見放されると。ところがじゃあ小池さんの周りにいる方、うん、具体的に言えば若さんは確実に国民ファーストの路線走ってますよね、はい、そうするとじゃあ小池さんは黙ってるけど、やっぱり若さんたちが出してくる路線っていうのは、うん、いずれ私も行くからねと、うん、いうことになってくんじゃないかなという気がするんですよね。あ、それがね、それをさせないためになんか解散しようかと。いや、なんだか今言った形をよくわかんないな。わかんないですよ。一番わかんないってことです。だから、3日の組閣でですね、どういう路線に行くのかなっていうのは、はい、ある程度見えてくるかなっていう気がしますね。はい。